第 22SS 義勇気兵士団、第 22SS 義勇気兵士団、22SS フライビリガン・コバルーリー・ディビジョンは、ナチスの武装親衛隊に所属する士団の一つ。第 8SS 騎兵士団フロリアン・ガイエルから、抽出した一個連隊の要員を機関とし、これに重宝したドイツ系ハンガリー人を加えて、定数を満たした。女帝マリア・テレジアに由来する、部隊名。 マリア・テレジアは俗称であり、正式名称ではないとされる。しかし、舞台称は、マリア・テレジアのお気に入りのヤグルマギクからである。ハンガリーでの編成、訓練を経て、ルーマニア戦線でウイジンを果たし、オットースコルゼェニーが活躍した、パンツァー・ファウスト作戦にも参加。赤軍がハンガリーに迫ると、ブダペストを防衛する、第 9SS 山岳軍団に、編入。 1944年12月からブダペストでソ連軍に包囲され、激しい紫外戦の末1945年2月に壊滅した。1944年4月29日、新しい SS 機兵士団創設の骨格として、第 8SS 機兵士団フロリアン・ガイエルから第17機有機兵連隊が抽出され、ハンガリー国内で編成を開始した。 師団の中核はこの連隊出身のベテラン指揮官で構成されたが大部分は地元で重簿されたドイツ系ハンガリー人が占めていた。8月前半、ドイツ陸軍総司令部は訓練中の師団から第52義勇気兵連隊をルーマニア戦線へ抽出することを決めた。第17義勇気兵連隊は残りの部隊を訓練するためにハンガリーに残留した。 第52義勇気兵連隊には独立して戦闘を行える洋火砲などの装備が増強され指揮官の名を取ってビーデマン戦闘団としてルーマニアのアラドまで輸送されデブレツェン周辺に展開する第3装甲軍団の帰下に入った9月30日アラド市周辺の防衛線に進出したが同日には早くもビーデマン戦闘団長が戦死10月2日 ロディオン・マリノフスキー元帥率いるソ連第2ウクライナ戦線正面軍の戦法がアラドシに向けて威力偵察を開始。指揮を引き継いだアーマイザー戦闘団長は数度の攻撃を撃退すること成功した。しかし10月6日、ソ連第2ウクライナ戦線正面軍はいよいよデブレツンに対し総攻撃を開始した。10月8日にはソ連軍は戦闘団を完全に包囲。 さらに装甲部隊による大規模な突破作戦を仕掛けて二つに分断した。分断された一方のグループは翌日苦闘のスウェハーモス川のとかに成功し遊軍戦線に合流できた。もう一方の戦闘団残余もアーマイザーが陣頭指揮を取り重装備をすべて失いつつ敵前線後方200マイルを3週間かけて突破。 10月30日、アーマイザー自身を含む48人の生存者が、ブダペストの南のドナエルドバールの町で、ドイツ軍部隊と合流できた。この行動により、1944年11月1日、彼は、騎士十字章を授与された。遡って1944年10月中旬、ハンガリーの親ドイツ派より、ハンガリー摂政ホルティミクロー氏とソ連による、 秘密交渉の情報がもたらされた。ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは、ホルティ政権がソ連との単独講和にこぎつける前に、その転覆を目論み、その実行をオットースコルツェニーに命じる。政権転覆計画は、パンツァー・ファウスト作戦と名付けられ、ハンガリー本土に残っていた手段の中で、行動可能な全部隊がこの作戦に参加することとなる。 作戦は10月15日0600に開始された。まず T が E2 両を先頭に立てた独軍車列がブダペストの中心部にあるブダの丘の城塞を占拠し、同時に行われたミッキーマウス作戦でホルティの末息子、コラスを交流した。これによりホルティは特別列車で品格としてドイツに送られそのまま殺生を退位することとなり、 ハンガリーは親ドイツ派の野十字島が支配するところとなった。キシュベール近郊で最終訓練を終了した同志団はハンガリーの首都ブダペストの防衛に配備されている第 9SS 山岳軍団に編入された。しかし師団がブダペスト市内で配置についた11月初旬に戦況は急激に悪化。ソ連の第3ウクライナ方面軍はドイツ第23。 24装甲士団を蹴散らし、ブダペスト南部でドナウ川とかに成功する。一方、第2ウクライナ方面軍もブダペスト北方から迫り、12月25日には、第 9SS 山岳軍団、第 8SS 騎兵士団、第 22SS 義勇騎兵士団、第23装甲士団、フェルトヘルンハレ装甲的団兵士団など、のどい軍5万人、ハンガリー軍3万人が、 市民80万人以上と共に、ブダペスト市内に包囲された。ドイツ軍は、ポーランド戦線から、密かに引き抜いた第 4SS 総、SO、甲軍団を、主力とした、救出作戦、コンラート作戦を1945年1月1日、未明に発動させる。救出作戦が進行する中、ブダペスト市内では狛烈な戦闘が継続していた。 ソ連軍が送り込んだ砲兵の規模は4個、砲兵師団以上に上り、他に多くのロケット砲旅団、迫撃砲旅団が市内各所に砲弾の雨を降らせた。構成はまず、ペスト側、ドナウ川ガン側に集中。守備側も粘り強く戦い続けたが1月18日には、ペストを放棄。ブダペスト南方からの突破に作戦をシフトした救出部隊は、 ドナウ川まで到達したが薄い側面の防備とソ連軍の抵抗の増大で突破の限界に達した。救出部隊からの再三の自力脱出要請にもかかわらず第 9SS 山岳軍団長カールプフェフファービルデンブルフはヒトラー総統の死死命令にも宇宙し続けた。1月27日、ソ連軍は備えの薄い救出部隊の側面へ攻撃を開始したため、 ついに救出部隊は、ブダペスト突入を放棄しワラトンコまでの撤退を決意。以後もブダ包囲網内では、激しい戦闘が継続されるが、戦線は徐々に縮められる中脱出の見込みは、全くなくなった。2月13日、ヒトラーは、ようやく正式の脱出許可を下したが、時すでに遅く脱出を試みた2000名のうち、遊軍戦線にたどり着いたのは700名余りでしか。 なかった。2月14日、ブダペストは陥落した。ブダペストから生還した第 22SS 義勇、騎兵士団所属の将兵は170名余り。他に、校舎砲部隊等が、第 32SS 義勇敵岩兵士団に派遣されていたため、ブダペスト防衛戦への参加を免れていたが、法医戦終了後部隊の再建は放棄され、彼らは、 第 37SS 義有機兵士団に組み入れられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。